てめえは人の部屋に、おい勝手に入ってきてんじゃん。ふむ、ワンルームマンションか。私はキライ吉影、君の名を聞かせてもらえないか。爪伸びているだろう。こんなに伸びている。自分の爪が伸びるのを止められる人間がいるだろうか。いない。誰も爪が伸びるのを止めることができないように、持って生まれたサガというものは誰も抑えることができない。君の名前はと聞いたんだがね。彼、私の彼は一体。質問を質問で返すな。疑問文には疑問文で答えろと学校で教えているのか。私が名前はと聞いているんだ。美奈子、美奈子、美奈子。美しい名をつけてもらってるじゃないか。気に入ったよ。美奈子さん、一つちょっとお願いがあるんだ。これを握ってもらえると嬉しいんだが。このダサい爪切りで私の伸びた爪を切ってほしいんだ。他人の爪を切ったことはない？何でも経験だよ。深爪しないように気をつけて。助けて、お願い、助けて、許して。許す？ちょっと待ってくれ。私は別に怒っているわけではないよ。趣味なんだ。君を選んだのも趣味だし、持って生まれた趣味なんで、前向きに行動してるだけなんだよ。前向きにね。彼氏にイヤリングをせがんでいたね。彼が残していってくれたようだ。プレゼントだよ。爪切り上手じゃないか。それも気に入ったよ。そして喋らない君は実に可愛いよ。どうしたものかな、美奈子さん。君を家に連れて帰りたいが、川尻の家に入れるのはまずいか。しかし清々しい。なん。何してるんだ、こんなところで。川尻家や学校、今この部屋にはないようだが。隼人のやつ、この間から挙動がおかしい。お、一緒に入っても。パパと久しぶり、親子。なんだから。すまないが、隼人、桶から手を。でもまずお前の背中からだよ。この小僧、やはり見ていたな。なんてことだ。せっかく平穏にこの家に馴染むと思ってたのに、今年はひどい目にばかり遭う。なんて年だ。この小僧を殺すのは目立つことで非常にまずいことだ。しかし、あれを見られた以上やらず。小僧、貴様、私を脅すのか。大丈夫？何か変よ、あなた。顔色も悪いわ。だから、何でもない。指を挟んだんだ。顔色も悪いさ。それより、お茶でも入れてくれないか。すぐ下に行くから。地味だって思うもの。甘いぞ、この私がそんなことを。これ以上この家にいるのはまずい。黙っていてくれ、今考えている。かわいそうに、お前は今とても絶望しているのだね。心配することはない。しかし、吉影！キラークイーンは第三の能力を身につけた。わからん。一体何が起こって、そんなにのんき。何なんだ。朝から喧嘩はやめような。仕事に出かけるか。お出かけのキスをしてもいいかな。
行ってくるよ。でもこれからは安心した気分で生活できることになったよ。昨夜君に追い詰められたおかげで、いや、昨夜の君には実に強い意志を感じたよ。このキラ・ヨシカゲを逆に脅迫、君がどこで誰に何をしようと私は無敵になったんだ。君にはもう興味はないよ。もし殺す気ならとっくに昨夜始末していたよ。これからはみんな仲良く生活するんだよ。安心してね。やったぞ。キラークイーン第3の爆弾バイツ。さっき見たのは夢じゃない。あいつがやってるんだ。これがあいつの言う無敵のの。自動的に私を守ってくれているの。昨夜私が一度お前を殺したってことは知っていた。能力が発現したのだ。お前が私のことをそいつに喋ったら爆破が起こって戻ってきた。そしてお前はそいつを爆破し戻ってくる。お前は誰にも喋れない。お前を探れる者は誰もいない。こんな偶然が。偶然なんかじゃない。そんなことが構造なんてことだ。バイザーダストを返す。戻れキラクイーン。言っておくが、私は別にお前たちから逃げていたわけではない。お前らを始末しようと思えばいつでも殺すことは。に私が戦いの嫌いな性格だったからだ。闘争は私が目指す平穏な人生とは相反しているから嫌いだ。一つの戦いに勝利することは簡単だ。気をつけろ。彼らを始末しなかったのはそれだけの理由からだ。私の平穏を乱すのは今。強い。空間を削り瞬間移動か。ジョースケに対して攻撃したのに方向が変わっちまったじゃないか。お前の方にこう石板で壁を作るほど直すスピードも速いとは、壁を一瞬にして戻すまでのパワーとは、最も邪魔な能力ということを改めて認識したよ。キラークイーン。ジョー・モンタナの投げるタッチダウンパスのように確実に奴の鼻先に突っ込み、その位置で点火してやる。着弾まであと2メートルで着弾。爆発した時の爆発半径は約3メートル。通して出た血を水圧カッターのように飛ばして切断したのか。だが空気弾の方は